ったレースに演奏してもらいたいと思います。皆さんカメラの用意とか心の準備はいいですか？はい、応援よろしくお願いします。夜に浮かんでいた あの黒いギター持ってる方が、高一です今で、であのこちらの可愛い後輩ちゃんたちが今中2の後輩ちゃんなんですけど、すごくないですか？中学2年生ですよ今。すごい後輩ですね、大好きです。じゃあちょっと今ちょっとあの学年を挟んだので軽くあのメンバー紹介をしたいと思います。じゃあまず私の方からドラムパート、ちかちゃんです。
とうございます。こんな感じで今回出させていただく中では一番若いので、若い頑張ります。よろしくお願いします。はい、では次の曲いきたいと思います。次の曲は阿部桃さんの I Wanna See You という曲です。知ってる方がいたらね、ぜひ手拍子していただけたら嬉しいです。お願いします。Thank you.
もう今回はアニスに呼んでいただいて本当にありがとうございます。チキさんと、美穂さんにも本当にもうマジでやって感謝してます。ありがとうございます。今回はね、先ほど紹介した通り福泉中学校からやってきたんですけど、本当に私たちみんな楽器初心者だって、初め、中学校1年生で初めて楽器を触りました。本当にね、ここまで音楽を好きになれて、バンド活動ができて、こういう場所でできてって、もうそういうのも全部田村さんのおかげなんですね。もう彼も感謝したらいいんですけど、いや、もうほんまにありがとうございます。せっかくなんでね、福泉中学校の宣伝をちょっとさせていただきたいと思います。次期部長のちかちゃんがいらっしゃるので、ちかちゃんちょっとちかちゃん毎日現部長や、福泉中学校の軽音楽部は1年に3回定期的にライブを行っていて、来月の3月の下旬にもまたライブをしたりするんですけど、もし宣伝なんですけど、時間がある方はぜひ福泉中学校、学校の福泉中学校、学校かい、マジ行くよ、学校かい、来てください。体の悪い人がいっぱい来るよ、ぜひぜひ来てください。ビラをくれ、ビラビラまだできてない、まだできてない、まだできてない、ビラくれ、公設芝のビラとかごめんね、体悪くてみんな頑張ってるんで、応援よろしくお願いします。もう中学校に戻りたいですよ。ほんまに楽しかったんですよ、毎日毎日。今私学校に軽音楽部がなくて、そう、もうこういう場所でしか今音楽がなかなかできない状態なんですけど、もう本当に中学校戻りたいですね。じゃあ次の3曲も入りたいと思うんですけど、次の曲は多分知ってる方多いんじゃないですかね。あいみょんさん知ってる方いらっしゃいますか。アーティストあいみょん、結構いらっしゃいますね。ごめんなさい、いやいや、全然全然、すごい今日聞いて好きになって書いてください。はい、好きなあの君はロックを聴かないという曲です。すごい有名な曲なのでね、皆さん多分知ってる方多いと思うので、ノリノリ乗ってください。お願いします。君はロック、I'm not afraid to die.
歌ってください。